はいどうも皆さんこんにちは、こんばんは、ミヒトです。今回はシャドーバースの方やっていきたいと思います。今回はですね、ちょっとリクエストの方でいただいたんですけども、レジェンドカードなしの援護射撃デッキを作ってくれと言われまして、やってみました。ちょっとね防御面はちょっとあれなんですけどね、ローランいないのでちょっときついってことで、デュランダルの代わりルミナス騎士団の旗印を入れております。まあ、動きとしては、ルミナス騎士団の旗印を置いた後、なんとか4ターン目しないで、援護射撃を5ターン目置いた後、もう、遊びまくるって感じですかね。なので、ちょっと、火力が、ルミナス騎士団の旗印が出ないと、置けないと、出ません、ほぼ。なんで、ちょっと、アンビレット2つ置けないときつい感じですかね。あとは、まあ、援護射撃2枚目を置くっていう手もありますね。結構ミッドレンジタイプで仕上げてみたので、ちょっと今回はこのデッキ、リプレイの方をちょっと見ていきたいと思います。今日も楽しくゲーム実況、プレイは大胆かつ慎重、プリーズサブスクライブ、ランデブー、ミヒトチャンネル。はい、それでは見ていきましょう。敵さんは何だったかな？エルフの。敵さんはエルフでした。で、私はどっちを取ったんだっけ？先行を取った。依頼をつかむ。まあ旗印は先行で置けたらいいんですけど、ね、この手札、キーカードがない、まあ、手札的には悪くないんですけども、全部交換。援護射撃来てくださるんですね。プラス白と黒の決闘はこのデッキ先行を取った時の4ターン目の動きがちょっと微妙なので、今後はイメラを手に入れます。本体エンハンスで使った方が強いとは強いんですけども、これはね、先行を取った時は使いましょう。ニコスの動きがない。ちょっとここは辛いですな。さあ、敵さんの2ターン目、豚。豚が出てきたということは、おそらくニュートラル系のデッキ。ビューティー&ビーストでしょうと。ここは3ターン目ワルツーで、必殺のマターンを手に入れます。さあ、敵さんの3ターン目。万人に向けた歌なんて純粋の歌い手。これはいい感じでニュートラルフォロワーがいっぱいいそうなデッキですな。しくじったな。はい、ここは、白と黒の結構で出に入れたイメラを使います。隊長、任せてください。あなたが、はい、この後敵が両方除去してきた時が一番きついんですけども、はい、リラ。さあどうする。強いですよね、こいつを。あれで戻された時がめちゃくちゃきついんですよ。援護射撃とか、援護射撃じゃないね、威嚇射撃ね、だっけ、対空射撃、あれでやられた時がめちゃくちゃきついんですけど、今回は、3ダメージだったらいいでしょうと置いていきます。茨の森、はい、ナイトが取られてしまう。痛いですそしてリラ2体目、これはきつかったですリラ2枚目かーと思ってたんですけども、私前ルミナスメイリー入れておりますので、あなたと共に希望の剣を掲げよう。構え、撃て、撃て、ナイスヒット。で、ルミナスメイリーを進化して、一応体力1残るんで取ります。暗き時代を終わらせましょう。まあ体力1残っても茨の森の効果でね、やられちゃうんですけども、以上盤面的には綺麗にしておきます。心優しき木人フェアリー。まあこの時点で木人が出た時点でビューティー&ビーストなデッキだなっていうのはもう確実に分かったんですけども、敵さんまだ引けていないみたいですね。あとは任せました。ねえ、何して遊ぶの。はい、茨の森の効果のせいで、全く動けません。ここは白と黒の決闘、イメラを出して、頼む、当たってくれ。当たらなかった。でもまあまあまあということで、ジュリエット罰を知る。構え、撃て。ジュリエットで取っていきます。その後進化剣はまだ使いたくないので、任せてください。一応盤面をきれいにしておきつつ、相手のリーダーに2ダメージと。さあ、敵さんの7ターン目、フラワープリンセス。ニュートラル系ですな。ねえ何して遊ぶの。バラの一撃かな、あれが強いんでどうにかしたかったですね。ボンと。次は負けん。次は負けん。はい。で、この後私は、
ナイトで取りつつ援護射撃2枚目からのジュリエット罰を知る構え撃て構え撃て。まあ外れは外れですけど、まあ盤面を取りつつ援護射撃2枚を受けてるのでいいとします。はい、エイリン、こいつは強いこいつは強い。ただまあ2枚置いているんでルミナスメイジポーンって出すだけで倒せる。ここで旗印が出てくるけどちょっともう遅いですか。希望の剣を掲げよう、希望の剣を掲げよう、みんなを傷つけないで。そしてマグナス、これでね、カシオペアとか対空射撃とかのダメージを無効化します。でまあ進化剣がタダで使えるので使っておきましょう。暗き時代を終わらせましょう。はい、ただ手札がですね、あの指揮官カードがジョリーロジャーしかいないというちょっとクリスタリおうおうおうという状況なんで必要だったんですけども、敵さんクリスタリアエレンで進化剣を回復していきます。きついです、表彰級に立ち入らないで、その動ききついです。あとは任せました。さあここで私はジュリエットを引きました。まあジュリエット引けたっていうことでもう殴っていきましょう。みんなを傷つけないで、はい、全員が相手のリーダーを殴れるのでルミナスナイトを進化して全員の火力を上げます。進行開始。これで、10点ダメージ与えたんでしたかな。はい、10点ダメージ、あと敵の体力は7と、7ダメージだったら倒せると思ったら敵さんここで切り札かな、イスラフィールきついですね。君に行く、君に行く、奏でるは悲しみの知らぬ。これで私のリーダーにも2ダメージされつつ取られます。幕が降りたか、幕が降りたか。さあここで神引き、ジョリー・ロジャーと共にルーを出していきます。このデッキはですね、あのルー入れてるんですけども、ルーはあのエンハンス使ったら、エンハンス使うと必ずジョリー・ロジャーが手に入ります。ジョリー・ロジャーをなんで手に入れてるとか入れてるかっていうとですね、あれです、年持つことがあるからです。はい、7ダメージできるよこのダメージでかいですよ。はい、茨の森、天界の先兵、敵のまだ引けていない VBT&B スト、どうしたんでしょうかね。何して遊ぶの。はい、フェアリーがいっぱい並んでいきます。はい、円卓会議、指揮官フォラーをバババッと構え、ロビオを出していきます。これで2点ダメージが相手のリーダーに飛んでいくと。ただまた指揮官カードが1枚だけになってしまいました。ちょっとあれなんですよね、あのアミレットカードいっぱい入れているせいで指揮官カードがあんまり来ない。久しぶりのグリームニルさんでしたここはですね、ルミナス騎士団の旗印ちょっと遅くなりましたが、ロジャーを置きます。ステータスが上がる前に行っちゃうんであれなんですよね。鏡の世界、敵さん一体何を触ってきているのか。打点、痛い、バラの一撃、綺麗に取ってきます。ぜひもない、私の敗北だ。ですがここで敵さんの心が折れるという、はいですね、一応まあゴールドカードめちゃくちゃ入ってるっちゃ入ってるんですけども、レジェンドなしの指揮官、援護射撃デッキでした。ちょっとですね、なんていうんですか、確定で突進を持ってくれたり、フィニッシャーとかで使える、あいつがいないんですよ。スカイフォートレスとか、セリアとかがいないので、ちょっと、勝率は悪いんじゃないかなと。ランクマッチではまあ、5回戦って5連敗したんで、ちょっと、まあやっぱレジェンドカードは必須なのかなーって感じなんでございますけども、敵のデッキタイプによっては勝てることもあります。ご視聴ありがとうございました。今回の動画は楽しんでいただけたでしょうか。コメント、高評価、チャンネル登録、リクエストの方お待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。